水夫婦の水水レシピ。今回は抜群の組み合わせ、牛ごぼうを作ります。普段のおかずや酒の魚にグッドなお惣菜です。ぜひ最後までご覧くださいね。牛肉とごぼう、生姜ネギと少ない材料で健康的な一品に仕上げます。美味しく作るポイントは3つです。1つ目は、ごぼうは事前にアク抜き。2つ目は、牛肉とごぼうはしっかりめに炒める。そして3つ目は、調味料を加えたら含め煮にしていく。以上3つを踏まえて作っていきましょう。冷めても美味しいのでお弁当のおかずに最適ですよ。ごぼう 200g は 0.5 センチ幅で斜めにカットしていきます。洗いごぼうを仕入れるとすぐに作業できて便利ですよ。ポイント1つ目は、ごぼうは事前にアク抜きでしたね。カット後はすぐに水につけてしまいましょう。ごぼうはアクが強い野菜です。水にさらすことで断面の変色を防ぎ、アク抜きができます。長時間水にさらすと今度はごぼうの旨味が抜けてしまうので 7,8 分さらすので OK。 ざるにあけ水気を取っておきましょう。中ネギ 1/2 本分は斜めに薄くスライスです。生姜 20g 分は細く千切りに。このように切ると早いです。当チャンネルはプロの料理人がピンピンを丁寧に解説する動画です。料理の下ごしらえやコツを学ぶことができます。ぜひチャンネル登録して日々の料理にご活用くださいね。牛こま切れ肉 200g はまとめて細かくカット。牛肉は国産でなく外国産でも十分美味しくいただけます。さあ火入れしていきましょう。フライパンを熱して米油を大さじ1注ぎ、全体になじませます。牛こま切れ肉を弱火でほぐし炒めます。生姜を加えてさらに炒め、ポイント2つ目は、牛肉とごぼうはしっかりめに炒めるでしたね。牛肉に8割ほど火が入ったところで水気を切っておいたごぼうを加え炒めます。ごぼうにさっと油をまとわせて、ここからは中火で3分ほど炒めていきます。ごぼうは炒めることで水分が抜け、しんなりとしてきます。また水分が抜けたことで旨味が染みやすくなりますよ。3分炒めたら長ネギを加え、上白糖を大さじ 1.5、 酒を大さじ3、みりんを大さじ3、濃い口醤油を大さじ3加えて強火に。1分ほど火にかけて酒とみりんに含まれているアルコール分を飛ばします。ポイント3つ目は、調味料を加えたら含め煮にしていくでしたね。水を 100ml 加えて、蓋を閉めて煮ていきましょう。ここからは弱火にして10分です。水を加えて煮ることでごぼうが柔らかくなり食べやすくなります。効率の良い味しみ状態になる含め煮ですね。10分経ちました。オープン。
ここから2分ほど中火にして煮汁を煮詰めます。これで完成。簡単ですね。お皿に盛り付けましょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。ご感想などコメント欄にいただけると嬉しいです。ためになった、今後も動画を見ていきたいと思われた方、高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いしますね。牛ごぼう完成です。出来たての牛ごぼういただきます。醤油ベースの味付けでとても香りがよくヘルシーな一品ですね。牛肉の旨味と甘辛いタレがごぼうにギュッと染み込んでいます。調理方法に納得。春と冬と旬が2回あるごぼう、この時期にたっぷり楽しみたい一品です。冷蔵庫保存で 3、4日は持ちますよ。牛ごぼう全部で679円、1人前170円でした。